皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、ウィニー。監督は松本優作。脚本は、松本優作と岸健太郎。主な出演は、東出昌大、三浦貴大、皆川猿時、など、データのやり取りが簡単にできるファイル共有ソフト、ウィニーを開発した金子勇は、インターネット掲示板にチャンネルで公開する。違法コピーで逮捕者が出る中、金子も著作権法違反幇助の容疑で逮捕されてしまう、というストーリー。なぜ日本ではアメリカのように革新的な技術やアイディアが出てこないかがわかる、実際に起きた事件を描く人間ドラマ。とりあえず当時の警察やマスコミの対応がクズだったことはよくわかったし、作中でも言及されるが、法的な理論や理屈より偏った信念による恣意的な手法に終始イライラさせられる。近視眼的な狭い視野のために金子氏を抑え込んでしまったことは日本にとって本当に損失。ということで評価は。Thumbs up.